A 型インフルエンザウイルス。A 型インフルエンザウイルス。A 型インフルエンザウイルス。インフルエンスーバイラス A は、オルトミクスウイルス科の A 型インフルエンザウイルス属に分類されるウイルスの総称である。A 型インフルエンザウイルスは人、鳥類、馬、豚などに感染する。A 型インフルエンザウイルスの分け、サブタイプはすべて野鳥から発見されたが、ほとんどは、 病気を引き起こさない。いくつかの A 型インフルエンザウイルスは人や課金に対しインフルエンザを引き起こす。さらに、時折野生の水鳥から家畜などにウイルスが伝染するため、世界的流行、パンデミック、パンデミックが起こることが懸念されている。B 型よりも高熱が出やすい。分離された変異株は名前を付けられて管理される。名前は 以下の条件の上から下へ、順番に名付けられる。このようにして名付けられた、A、富士案、411、2002、H3N2 は、福建、富士案で2002年に411番目に分離された、H3N2 の A 型インフルエンザウイルスであることを示している。宿主が人の場合は略されるが人以外の場合は、型の後に入れられ、A、イークワイン、マイアミ、1、 63H3N8 のように表記される。A 型インフルエンザウイルスは、グループ V-1 本鎖型 RNA ウイルス、グループ V ネガティブ、センススナウイルスに分類される。16種類のヘマグルチニン、H89 種類のノイラムニダーゼ、名の組み合わせにより、様々なタイプが存在する。H16 は1996年にスウェーデンと、 ノルウェーからのユリカモメから発見され、2005年に報告された。インフルエンザウイルスは同じ夜景でもしばしば突然変異を起こし、性質が変化することがある。しかし、その大部分はその後絶滅する。例えば、ある年に流行した H3N2 型、インフルエンザウイルスと別の年に流行した H3N2 型、 インフルエンザウイルスの性質は全く異なっている場合もある。宿主の種類によって感染症として名前が付けられる場合があるウイルス自体についてではない。鳥インフルエンザは致死率の高さによって名前が付けられる場合がある。これについてはインフルエンザウイルスの項目に詳しく記述してある。実際に確認されている A 型インフルエンザウイルスの アケイは以下の126種類である。また、ハイブリッド種とノイラムニダーゼ欠損の N3H、アケイも確認されている。ヒトインフルエンザウイルス、ヒューマンインフルエンザウイルスは、通常人の間で広がるインフルエンザウイルスのことを指す。A 型インフルエンザウイルスでは、H1N1、H1N2、H3N2 が、主に人の間で伝染する。 人インフルエンザウイルスと鳥インフルエンザウイルスでは以下のような違いがある。台湾の研究者によると鳥インフルエンザウイルスの鍵遺伝子がおよそ52箇所変異した場合、人の間でも容易に伝染すると予測される。しかし、いくつの遺伝子が変異したら人の間でも広がるようになるのかを正確に予測するのは難しい。さらに、1918種のウイルスを調べたところ、 鳥インフルエンザウイルスが流行したと思えれる唯一の例があった。このウイルスは52箇所のうち16箇所は人インフルエンザウイルスの特徴があったが、残りは鳥インフルエンザウイルスの特徴であった。人がインフルエンザにかかった時の症状は発熱、咳、咽頭痛、筋肉痛、血膜炎などで重症の場合は肺炎や呼吸不全を起こして死亡する場合もある。 症状は患者の免疫によって変動する。以前インフルエンザにかかったことがあれば、免疫を獲得している場合がある。高病原性の H5N1 に感染した場合は、症状がさらに重く、感染者の50%が死亡する可能性がある。ある少年が H5N1 に感染したケースでは、通常のインフルエンザ症状が現れずに下痢を起こして、昏睡体に陥った。 今までにパンデミックを起こし、多数の死者を出した A 型インフルエンザウイルスには以下のような種類がある。パンデミックは起こしていないものの、人へ感染した A 型インフルエンザウイルスには以下のような種類がある。スペイン風邪以降のパンデミックや、現在の流行の原因になっているのは1918年のウイルスの直径である。これらには抗原ドリフトした H1N1 や、 H3N2 と H2N2 の交配したウイルスなどが含まれる鳥インフルエンザウイルスである H5N1 や h 7ノルマル7は含まれない。もし1918年のウイルスと鳥インフルエンザウイルスの遺伝子が融合すれば世界的な流行を引き起こす危険性がある。野鳥は A 型インフルエンザウイルスの宿主として各地へウイルスを運んでいる。 A 型インフルエンザウイルスは、鳥から鳥、豚、馬、アシカ、クジラ、人へ感染することが分かっている。さらに人とカキンの間でも相互に伝染し、他の伝染経路はないと思われる。野生の鳥はウイルスを体内に持ったまま世界各地へ移動するため、世界的流行、パンデミックが起こる、危険性がある。H5N1 は、生の鶏を餌として与えられた猫。 ひょう、虎に伝染する。H3N8 は馬から犬に伝染した。実験用マウスはいろいろない電子型の鳥インフルエンザウイルスに感染した。A 型インフルエンザウイルスは空気中や肥料中で拡散する。これは陶器ではより拡大が広がる。また、汚染された食料、水、衣類、機材によっても広がる。しかし、 加熱された肉では生存できないと考えられる。病状は多少変動するが、一般的には重い症状で場合によっては数日で死亡することもある。抗病原性鳥インフルエンザウイルスは生物兵器として利用できる病原体のトップ10に入る。国際獣疫事務局 OIE や他の機関では鳥インフルエンザウイルスを使って研究を行っている。 代表的なウイルスは、H5N1、H7N2、H1007、H7N3、H13N6、H5N9、H11N6、H3N8、H9N2、H5N2、H4N8、h 1 0 0 7 H2N2、H8N4、H14N5、H6N5、H12N5 などである。 鳥インフルエンザについては、鳥インフルエンザの項目に詳しく記述してある。豚インフルエンザ、スワインフラ、ピックインフルエンザ、ウマインフルエンザ、ホースフラ、イークワインインフルエンザ、犬イ,インフルエンザ、ドックフラ、ケイナインインフルエンザ、イタチ族への感染クジラへの、感染気脚類への感染,の感染その他の動物への感染。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。